中山競馬場、本日のメインレースの発走です。スタートしました。各馬揃った綺麗なスタート。さあ先行争い、何が花を切るんでしょうか。スケールスピーチ、前に行きそうです。ブロードバトル、それに続いています。さらにはエルビバーチェ、1番エンマスパーブ、その後ろハッピーマインド、後方からもう一度先頭から見ていきましょう。ブロードバトル先手を取りました。内からはスケールスピーチ、その隣にシャインニース、エンマスパーブ、それに続きますアーバンタンポポ、すぐ後ろその外にレインボーボン。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。1番人気の湘南パントル後方につけています。ブロードバトル前走から久々の競馬となりますがどうでしょうか。もう一度先頭から見ていきましょう。ブロードバトル先手を取りました。赤の帽子スイープバド、その後ろ 1000m を通過。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。もう一度先頭から見ていきましょう。ブロードバトル先手を取りました。先頭は依然としてブロードバトル、スイープバド、ほとんど差がありません。シャインニース、3番手湘南パントル、まだ来ない。後続も追い上げていきます。さあ先頭はブロードバトル、間が空いてスイープバド、4コーナーをカーブして、さあこれからです。ブロードバトル先頭、2馬身から3馬身のリード、あと 200m、 ブロードバトル先頭だ。残り 100m、 ブロードバトル先頭、エルプリンセス差し切った。エルプリンセス、エルプリンセス1着、2着にはどうやらハッピーマインド、エルプリンセス見事トライアルを勝利。本番に向けて夢が広がります。阪神競馬場、本日のメインレースの発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはブレイクタイム。綺麗なスタートを切りました。大方の予想通り、花を切ったのはブレイクタイム、ブレイクタイム、競りかけていきました。オレンジの帽子、東海パルサー、その後ろ日本ピロサート、そのうちに続いています。内からはマイネルジャパン、その外からピースオブワールド、フォークウィンズ、いい位置です。並んで1番シーズ東証、前はブレイクタイム、2番手は日本ピロサート、ピースオブワールド、3番手フォークウィンズ、B1 です。さあここからどうか。4コーナーをカーブして、さあこれからです。最後の追い比べ、先頭はフォークウィンズ、フォークウィンズ先頭、あと 200m、 フォークウィンズ先頭だ。残り 100m、 フォークウィンズ先頭、2番手はネイティブハート、フォークウィンズ降臨、フォークウィンズ1着、2着はネイティブハート、フォークウィンズ見事な勝利です。中山競馬場、本日のメインレースの発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはエアスマップ、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくエアスマップ行きました。続いて前へ行くのはマンボツイスト、さらにはマグナーテ、連勝中のビッグサンデー、その後ろアフトクラトラス、どうやら後方からの競馬。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。前はマグナーテ、2番手はダイワカーリア、最強サンデー、3番手アフトクラトラス、まだ動きません。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はマグナーテ、ビッグサンデー続いています。マンボツイスト続いています。内からはダイワカーリア、その隣からは最強サンデー、その外からはシルキーシャレード、内からはエアスマップ、
その隣からはラッキーリオン、その外からはセンターアップ、内からはジョービッグバン、その隣からは新興スプレンダ、その外からはキュートロンリー、並んでアフトクラトラス。4コーナーをカーブして、さあこれからです。マグナーテン先頭、後続とは3馬身以上、これは決まりか。2番手はアフトクラトラス、必死に追うマグナーテン、アフトクラトラス迫る、アフトクラトラス、アフトクラトラス1着、2着にはどうやらマグナーテン、これが絶対王者の実力だ。アフトクラトラス